construction 建設という単語です。はい、ここで例文を一つ。 A new road is under construction。 新しい道路が工事中ですとのことなんですけれども、まあ、construction という単語はですね、これね、あれですよ、トイックにもよく出てきますし、この単語を私覚えようと思って覚えたんじゃなくてですね、これにはちょっとストーリーがありまして、私がニュージーランドに留学している時に普通にこうバスに乗ってたんですね。そしたらなんかこう、なんていうんですか、あの看板でアンダーコンストラクションで出てたんですよ。アンダーコンストラクションどういう意味だと思って辞書で調べたら、まあ、工事中と。あ、じゃあこれは工事中の意味なんだって。いや、あのね、よくね、いろんなところで工事してるとその看板が立ってて、それによって私はこのコンストラクションっていう英単語を覚えることができたという、そういう、はい、そういうストーリーがありますね。なので、このアンダーコンストラクションっていう、この一つで結構、アンダーコンストラクションっていうこの一つの括りで結構、トイックの中でも私は見かけたので、なので皆さんも、覚えておいた方がいいんではないかなと思いますので、ぜひチェックしておいてください。ということで今日の英単語はコンストラクション、建設でした。次回は何の英単語でしょうか。お楽しみにしていてください。ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。